です、ということで無事レッツ会誕生祭の展示が、終わりました。はい、いろいろねこだわりとか、どうやって作ってるんですかとか、いろいろ聞いてくださって本当に嬉しかったです。本当にありがとうございました。楽しかったです。いろんなねサプライズとかあったりとかして、はい、もう行ってよかったなと思います。レッツ会のねみんなでイラスト描いたりとかしたんですよ。僕も描いたんですけど、そうよかったです。うまく描けたり描けてはい、でですね今回はですねレッツ会のシャドーボックスを今持ってきてるので、こちらを今回はもうじっくり見ていこうという回になります。それではもう見ていきましょうか。こちらここにあるのでドーンと、はい、もう収まらないんですけど、はい、6種類ですね。もうギリギリ入ってるって感じで、これがね展示してあったわけですよ。大変だった6体揃えんの。レッツ会ね、もう書くのもそうなんだけど、衣装がねもう細かいのよ。シワ作って角度つけてっていうのが、服の造形としてはねもうかなり難易度の高いものになってるんですね。だから今まで手をつけてこなかったっていうのもあるんですよ。そんなこんなでこれ完成して持っていけたので、はい、良かったと思います。だって1ヶ月ぐらいしか期間なかったからね。それで完成できたから相当頑張りましたはい、それではもう一個一個左側のアウスからでは見ていきましょう。はい、こちらアウス、これのね一番頑張ったポイントっていうのは、まずですねクリスタル、はい、こちらをなんとかそのダイヤモンドカットみたいな感じでレジンを削ってできないかってチャレンジしたんですけど、なかなかねレジンの刃が通らなすぎたっていうのとレジンが硬すぎて刃が通らなかったんですよ。だからそのうまくいかなかったんですけど、よーく見てみるとそれっぽい感じにはなってるのかなって、ちょっとガタガタになってるけど、はい、そこら辺ですね。チャレンジしたんだけど、あんまりうまくはいかなかったかなっていう感じですね。はい、あとねメガネ、こちらメガネがですね、これね言われないとわかんないんですけど、メガネちゃんとくり抜いてレンズ作ってるんですよ。はい、これちゃんとスリーブにこのメガネを置いて、その中に レジンを垂らして固めて作ってるんですね。なのでこれちゃんとねレンズになって透けてるんですよ。そう、これもう見ないとわからないんですけど、そういったこだわりもありますね。この腰使いとか、この腰のね角度とかくぼみとかっていうのがすごい伝わってくれると嬉しいんですけど、はい、デーモンビーバー君もちゃんと目とかもレジンを塗って、はい、そんな感じですね。アウスのこの右手の位置がここにあるって気づきました、みんな。そう、これ気づかないでしょ。そう、杖のここの右のここにあるんですよ。この構図に気づけている人って果たしているのかなっていうのは気になりますね。皆さん知ってました？次エリアです。ちょっと 手を持つ、これ持つ手がつらい、はい、エリア、水霊使いエリア、こちらはですね水の表現、このエフェクトですね、エフェクトのところに水レジンを塗ったりとかして水っぽい感じを出してみました。で、あとこの自己バイトでもなくて、この子つかやまの、目をですねくり抜いて、でレジンを入れてます。これ爬虫類の目ということで、こうやって埋め込みされてるような作り方の方が合ってるかなと思ったので、そういう風にしてみました。どうですかね、結構これいいと思うんですけど、個人的には。あとそうだな、この杖かな、杖のこの細さが結構大変だったりしました。これレジン塗ってますね、杖の中央の部分ですね。あとねエリアはね、この髪、そう、最初に見せたと思うんですけど、髪のねどうやって差し込んでるかっていうの、その差し込みがすごい大変だったっていうのはありますね。そう、大
一番大変だったと思います。エリアはエリア可愛いですね。次カレー使いヒーダ、こちらはね、まあ一番、まあ、シンプルな構図であんまり時間もかからなかったものなんじゃないかなと思います。これもね、あの杖のこの中央のね玉がね浮いてるのよ、浮いてるんですよ。そうこれ、なんだろう、透明なプラスチックの棒をね、真ん中に置いてるんですが、それをね、浮いているように見せてるんですね。この金属っぽい感じの杖もね、マニキュアを塗って、ちょっと光沢を出してます。そう、この玉がね、ちょっと浮いている感じっていうのがね、ぱっと見、見たらわかるんですけど、これがね、カレー使い引いた結構魅力、一番魅力なポイントなんじゃないかなと思います。キツネビくんもね、可愛らしいですね。カレー使いヒータでした。あ、そうだね、この火のエフェクトはね、ぐちゅぐちゅってちょっと、なんだろう、髪をね、ぐちゃぐちゃってやってるんですよ。その上にレジンを乗っけてやってます。そうするとね、ちょっと火のエフェクトっぽくなるので、はい、そんな感じです。次に僕のお気に入りも、お気に入りでもある、風鈴使いウィンですね。こちらも結構ね、細かいものだったりします。風のエフェクトだったり、杖のあれだったりと、はい、フィンちゃんはね、このなんだろう、紐がね、多いキャラクターなので、そうアウスも結構紐の部分多かったと思うんですけど、そう紐がね大変ですね、霊使いは。フィンちゃんもね、形作り結構苦労しました。結構ね、時間をかけてやってましたね。こうプチリュウの構図とかも結構特殊で、重なってる場所が上から下、下へ、下から上と、いろいろなんだろう、組み込まれてるような感じになってるので、どこを、分割するかっていうのを一番悩みました。全体的に6体そうなんですけど、顔の造形をもうしっかり作り込まれているので、その顔のね、目のくぼみと鼻の出っ張りっていう、あと顎のね、丸みのラインとかっていうのをしっかり作ってるんですよ。あんまりこれ動画だと分かりづらいと思うんですが、あ、でね、でですね、これ実は光るんです。これ実は光ってるんです、ほら。若干わかると思うんですけど、そう、光に当てるとこれ光るっていう、ね、ちょっとしたギミックもありございます。このウィンちゃんのね、杖はもう何回作ったかわかんない。もう知ってる人は知ってるかもしれないけど、5、6回10回ぐらい作ってんのかな。もうね、何回もこの杖にはもうお世話になってます。はい、ウィンちゃんでした。ほんと可愛いですね、ウィンちゃん可愛い。次、暗霊使いダルクですね。これもね、杖うまくいけるかなと思ったんですけど、このね、重厚感というか厚み、そう、髪、なんか髪を重ねている感じじゃなくて、もう一個の個体みたいな、そう仕上がりになったんじゃないかなと思います。どの階層にどのパーツを置くのかっていうのをね、うまくやらないと本当に薄っぺらい、なんだろう、道具みたいになってしまうので、配慮してやりました。あとね、この使い魔くんもね、目にレジンを埋め込んで、その上からパーツを、置いてるっていうような感じになります。このね、渋い感じ、このキュッと締まった感じはね、個人的に結構一番好きかもしれないです。安定感としては、霊使いのストラクも出ましたけど、闇と光のダルクとライナもね、何かしらの形で優遇してくれたらいいなと思ってます。いつもなんか霊使いってこの4体だと思うんですけど、ダルクもライナもなんか恵まれてほしいなと思います。次、ライナ、これもね、本当にお気に入りの一つです。この全体的な締まり具合、これ本当に僕好きなんですよ。この枠の収まった、この感じ、キュッと収まった感じがね、結構僕の中ではかなりお気に入りの一つです。これそう、杖をね、これ重ねる時のね、あれが楽しかったんですよ。そう、これ重ねる時がね、本当に楽しかった。杖がね、そう、この紐がね、絡み合ってるんですね。これをね、全部パーツ分けして、そう、上と下とっていう風に、これもパーツ分けしてます。これもね、結構大変なポイントでした。で、まあ、腰使いですね。この腰のところはちゃんとね、霊使い全体的に薄く削いでるんですよね。カードを
裏面を削ぐっていう工程があるんですけど、それをしないともうめちゃめちゃ厚み出ちゃうんですよ。そのためにそうならないようにパーツをねかなり薄く削いでやってます。この2杯の部分とかもねもう最大限薄く削いで、2杯即座のっけてます。でこの紐ですね、だからこの黒い部分、ここもちゃんと穴開いてるんです。そう、ここも全部くり抜いてやってますね。なんだろう、中にね肉体が入っているように見せられる、どうしたらいいかっていうのを結構苦労して考えてやってます。この鏡の部分がねマニキュア塗ってるんですね。なのでこうやって反射する光を反射させた時にこうでチラッチラッとそうなる感じが鏡っぽく、なっております。でスカイライナーは、まあ、個人的にもすごく、まあ、好きな一作になっております。いや楽しかったです本当に。というわけで恒例スカイライナーでした。はい、というわけでいかがだったでしょうか。もうねやっぱり実物に限りますね。うん、もうね動画じゃ伝わらない、多分高画質なこれ iPhone で撮ってるんですけど、もう高画質なビデオカメラで撮ってもね多分伝わんないと思う。うん、まあそれぐらい実物見ていただいた方にだけわかるものになってると思うんですが、まあねこれをねまあ SNS とかに上げてみんなに見てもらえないわけにはいかないと。はい、そういうわけで、まあ、YouTube やっておりますけども、まずこの霊使いのねシャドーボックス6種類、これを、まあ、プレゼント企画みたいな感じで誰かね本当に好きな人にプレゼントみたいな感じにしてあげられたらよかったんですけどね、嫌です。あげたくないです。はい、これだけ頑張って作ったものを人様にあげるなんてことはもう絶対にないですし、これをたとえ100万で売ってくれって言われても1億で売ってくれって言われても僕は多分絶対これはあげないと思う。技術者がほとんどいないっていうのもそうなんですけど、そうだな、やっぱねあげたくないね。それぐらい本当に細部に一パーツ一パーツまあ力を込めてやってるので、それをお金に換算してやりたいとは全く思わないんですよね。だから僕普段依頼とかやってますけど、まあ正直その作り終わってやっと完成したってなって、それをねやっぱり送る作業っていうのが実はね辛かったりします。毎回はあこれ自分が欲しいのにな、これ送るのかとか思いながら、まあ送ってるわけですよ。はい。まあ誰かがね描いた、まあ、絵だと思うんですけど、まあ、そこは僕はもう確かにそれはイラストですよ、イラストなんだけど、そこはまあ依頼を受けてる以上ですね、カードとして割り切って僕はもう考えてます。はい、罪悪感あるんですかって質問があったんですけど、あります。罪悪感はすごいあります。それをありながらもね、まあこれはカードなんだからっていう風にちゃんと割り切ってやってるので、はい、そういうところはねまあいろいろ思うところはございます。はい、そんなこんなで、展示がねまあ終わってしまったんですが、まあ次どこかで見られる機会があるとすれば、まあどこかにねどこかの企画のイベントの企画者様に呼ばれた時ぐらいかなという感じになるので、これはねもう一旦封印という形に、なります。っていうのはあんまりその強い光当てちゃうとやっぱカードって劣化するので、色合いとかがね、まあ、そうならないようにもうケースに入れてもう完全に封印しちゃいます。湿気にも弱かったりするので、はい、まあ、これはそんなに大丈夫だと思うんですけど、ホイールとかね光物とかも特に、はい、湿気とか、まあ、光とかにも弱いので、まあ、完全に封印しちゃいます。あ、そうだ、あとねどうでもいいんだけど、そのカードって若干のさ色合いがあるじゃないですか。そう、その色合いとかもヒーターだったらちょっと赤っぽい感じのカードを選んで一番上のものにしたりっていう風に、ダルクだったらちょっと暗めに、ライナーだったら赤めにみたいな、明
かるでねみたいな感じで、そういうねところもね実はこだわりの、ポイントだったりします。はい、まあ、そんなことを言っといて、お、これは完全に、はい、完全に封印といった形になります。まあどこかでね日の目を浴びる時が来たら、はい、また取り出していきますので、その時はまたねよろしくね。ということで、レイツ界6種類のシャドーボックスの、紹介動画になりました。それでは次回お会いしましょう。それではバイバイ。